おはようございます。今日はですね、マドリッドを市内少しだけ観光して、その後は列車移動で風車を見に行こうと思います。ラマンチャ地方の風車ですね。では行ってきます。さあ、朝食いただきます。ホットサンドメーカーがあったので作ってみました。今日宿泊したホテルです。なかなか良いホテルでした。ちょっと雨降ってますね。では中心部に向けて出発したいと思います。メトロで街中心部へと向かいます。相変わらずチケットを買うのを悩みます。さあ、メトロ移動します。マドリード中心部の観光は40年ぶりになります。そしてここはスペイン広場到着しました。スペイン広場の噴水です。スペイン広場、後ろ側にいているのはこれドン・キホーテですね。続いてマドリード王宮に到着です。すごい美しい。こちらが王宮の正面玄関のようです。アルムネダ大聖堂到着です。鐘の音がいいですね。王宮は中に入れるようです。今回は時間がないのでパスします。から見る王宮がかっこいいですね。マイオール広場にやってきました。40年前に来たんですよ。ここはなんとなく覚えてます。お昼ご飯はパエリアのランチメニューにしました。これで15ユーロぐらいです。デザートはレモンムースにしました。さあ、マドリードアトーチャ駅にやってきました。今日はこれからカンポデクリプターナまで列車移動します。さあ、これから列車移動です。列車乗り込みました。どうもほぼ満席のようです。時速150キロ、結構速く走ってます。ずっと平原が続きます。主に麦畑でしょうかね。カンポデクリプターナ。さあ、風車が見えてきました。ドン・キホーテの風車の見えてきました。さあ、今日のホテルチェックインしました。なかなか可愛いお部屋です。こちらはトイレとシャワールームです。テラス付きです。景色は見えない。今日は風車が見えるカンポデクリプターナまでやってきてゆっくりしてました。今日はこれで終了です。ではまた会いましょう。